ちしたから切ない感じをイメージしたかったので、あの血の涙のキャラでモデルをやっております。そして魔界からやってきたアイドルとしても活動しております、椎名ヒカリです。ヒカリンです。ヒカリです。ジーザスクライス、今日はですねシスターメイクをしてみたいと思います。ここにシって書いてあって、ここにもシって書いてあって、実はですねあのこの中にもね大きなシが書いてあるんですけど、これはヒカリンがプロデュースしたシスターワンピースです。中のシはですね自分だけ抱えてる人間界の闇ということで、ぜひぜひ入手していただけたらなと思います。それではシスターメイクスタート。クライス、カラコンはエンジェルカラーのバンビシールをつけました。オールマイティなカラコンです。普段使いできるようなメイクを心がけたので、オットアイではなく同じ色の眼球にしました。ジュードハウスのプレシャスミネラルマジカルエニークッションです。こちらラベンダーの色なので紫っぽい感じで、今回のメイクはやっぱシスターなのでちょっとお葬式感というかお幽霊感というかそういう感じを出して紫を薄く塗りました。割と今は青とか紫とかを下地塗ってる子が多いですね。ベネフィットキーティンパリ3600円、原産国アメリカ、母上のところにあったのでこのモフモフが可愛かったのでいただいてまいりました。ラメが入ってます。このモフモフがすごいモフモフですね。こんなモフモフ見たことない。あんまり高いハンバーガーのパンの上部分ぐらいあります。気持ちいいです。パフがそういうのだとやっぱやっててこう楽しくなるから良いと思います。マジュルカマジュルカシャドウカスタマイズアイシャドウ、非常に優秀だしちっちゃくて持ち歩きやすいし、チークにもシャドウにも使えてめちゃめちゃいいと思います。RD422 番が非常に優秀でリピートしてます。ヘビーローテーションのノーズシャドウです。普段光は結構ノーズシャドウ影は強めに入れてるんですけど、普段ぐらい入れました。眉毛もヘビーローテーションさんのものでヘビーローテさせていただきました。眉毛は特に今回はシスターの場合は自分の眉毛が今は生えてるのでそれに沿ってちょっと描いたような感じですね。こちら非常にシスターの洋服と似合うアナスイのアイシャドウなんですが、この茶色を使って上にのせました。大幅にのせた感じです。続いてラインです。ラブライナーさんのラインです。キキララちゃんカラーです。隙間なく粘膜とギリギリに描く感じが、二重の幅が狭い人とか奥二重っぽい人には黒目が大きく見える効果があると思います。闇を抱えたような黒目がちを演出したかったので、あまり目尻らへんは何もしていないです。目尻らへんは自分の目の形のゴールにたどり着いたらちょっとぼかした感じブラです。挟み方は結構これぐらいやってる。光怖い怖い。まつげが短い、毛量が少ないのかな、からあの割とですねまっすぐに上げないと反映してくれないんですよ。だからそういう人は肉ギリギリ、まぶたの肉ギリギリでやった方が上がります。663年ぶりぐらいにまつげを上げた気がします。次がマスカラです。あまりあの目尻の方を多めにならないように塗るのが丸目になれるポイントだと思います。黒い太陽をイメージするような感じで塗っていくといいなって思います。朝日が昇るような目になっていく感じのイメージで塗り進めていくと非常に楽しい塗り絵みたい。多分母上のであろうマリークワントを持ってきました。シスターメイクだから結構お上品な感じの化粧品を集めたかったんですけどなくて、唯一こいつは決まってんなと思ったのがマリークワです。粘膜に描きました。遠目から見てボケないぐらいで目がきつくなりすぎないような感じで囲みました。タトゥーシールです。こちらは正真正銘のシスターコーデシスターメイクなので市の方をご契約いたしました。こちら側がジーザスクライス、これがですねシスターだから切ない感じをイメージしたかったので、あの血の涙です。ブラッティー涙。リップです。スイーツスイーツフルーツティントバーム02番です。ティントも色がつきすぎちゃったりとかして流行ってるからと思って買ったらびっくりしちゃったっていう人とか多いと思うんですけど、こちらのティントはですねあのそんなにつきすぎないし抜けたりもあんまりしないのでおすすめです。程よい赤オレンジになります。時間が経ってくるといい色になります。髪の毛はシスターベレをかぶって襟元をちょっと見せたかったので長い髪の毛を後ろで祝いで短めのアレンジにしてます。帽子をかぶっててもここでピョコンとツインテール、ここの死のところを目立たせたいのでこっちだけピンで留めて見えるようにしてます。シスターメイク、そしてシスターコーデのピカリン様はどうでしたでしょうか。クライシス、ピカリンは本当に漢字がとにかく大好きなのもあるんですけど、
まあ、クールジャパン、ワールドワイドな君たちも多分感じ好きだと思うんですけど、中日見た言葉がこうストレートにさらに自分のね手首に来るんですが、だからもうめちゃくちゃ中二病の極みなワンピースはまだ、まあ、世界未発売だと思いますし、この帽子もですね、あのピカリンがわざとこうちょっとクリスチャンみたいな感じで大きく形にもこだわりましたし、ここにさりげない風になびく死と、今まであるキャラっぽいファッションの中でもありそうでなかった二次元を実際に人間界に作ってしまった、表現したみたいな感じの可愛いお洋服なので、ぜひぜひシスターメイクと一緒にシスターワンピース着ていただけたら嬉しいなと思います。ここのチークのやつはですね、非常にあの黒と白とかのお洋服に合いますので、ぜひみんなにやっていただきたいなと思います。他にも、たくさんコスプレやメイク動画など載せておりますので、ぜひぜひそちらの方もチェックして、ジーザスさよならクライシス、また見て、バイバイジーザス。